国鉄式550経過車は、1961年から1966年にかけて、日本国有鉄道派浜松工場で式550、式561の合計12両が製作された、50トン積み定床式大物車である。老朽化していた、式60型を置き換えるために製造された、溶接構造の二受け張りを備えている。 全長は 16,680mm、低勝負の長さは 6,000mm、低勝負のレール面上高さは 700mm である。車体幅とレール面上高さの両立を図るために、荷台の上部が外側に張り出していたり、台車上から荷台部分にかけてなだらかに外側に膨らんでいたり、応力集中を避けるために、梁と床板の接合部を円弧にしたりなど、 複雑な設計を行っている。台車は、本来は、タンク車用に開発された、ベッテンドルフ式の三軸ボギー台車 TR78 型を装備しており、合計二台車六軸の構成である。空気ブレーキは、KD254 型を備えていた。最高速度は、空車時、赤車時ともに、時速 65km となっており、交代が巻かれている。 本形式は使い勝手の高い車両で荷主からの、需要は高く、12両すべてが、日本貨物鉄道へ承継された。2009年4月時点では3両が在籍。式555が、保津川ライブスチームクラブで保存されている。交通新聞社、JR 起動車客車編成表 2009P97 カロス出版、国鉄 &JR 保存車内。 全2015から2 0 1 6 p 1 3 4ウィキメディアコモンズには国鉄式550経過者に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。